えー、皆様、こんばんはん、えー。今日は2020年12月の1日火曜日の、えー、ボギーチャンネル。私主催の、えー、ボギーデトコンでございます。とうとう、12月でございますね、皆さん。もうね、本当につい最近、 まあ、1月になってね、正月気分を味わってるかなと思ったんですけど、あっという間にもう12月になりまして、あと少ししますともうクリスマス、そしてまたお正月ということでございまして、まあ、とにかく今年はね、時間が経つのあまりにも、早い気がします。まあ、何度も言いますけど、まあ、この1年のうち約4ヶ月間、病院にね、いたもんですから、あの、シャバにいた時間が、 かなり短くやっぱり感じているんですよね。まあ、病院にいますと毎日同じことの繰り返しで今日は何日だったっけっていうことまでま忘れそうになるんですが、まあ、外にいますとね、本当に時間が経つのが早くて早くて、も夏もね、本当に一瞬しか楽しんでいないですね。はい。ね、結果的に今年は一度も海に 泳ぎに行くこともできず、素潜りもできずということでございまして、本当になんかね、悔やまれるというか、うん大切なものをなんかなくしたような、そんな一年のような気がいたします。さて、えー、今日皆様にお見せしているのは、あ、青貝さんどうも、こんばんは、ワでございます。ニラ茶いただきます。あ、カルガモさんからもニラ茶ですね。 はい。食べるのだけが楽しみ、入院生活ということで。私、一銭もね、持ってなかったんで、もう、買い食いもいけません。カタカナのハチさん、今、ボギーさんがここにいることが私は嬉しいということで。いや、本当にありがたいお言葉でございます。感謝します。それから、新玉さんからは、はい、えー、ぶっといね、ニラ束が届いております。ラプテンさんからも、ニラ茶。 コシさんどうもこんばんわんこでございます。はい、その他にコうスケさんからもね、あの、強烈なニラ束が届いております。がっつりいただきます。天さひかやまさんからもニラ束連発でございますね。はい、それから、はい、えーと、これはですね、えー、みんつきさんですかね。はい、えー、コミュニティコインということでニラでございます。江戸前さり小僧さんからもニラということでございまして、中佐森の都さんもこんばんわんこ。 でございます。さて、今日もいろんなお話をしていこうかなと。あ、ラフテンさん、生きてるだけ丸儲け。確かこれ、アカシアさんまさんが言った言葉だと思いますけど、まさにその通りでございまして、わあ私、ICU で目が覚めてね、あの、あ、生きてると思った時にあ、自分は、あの、やっぱり何かやるべきことがあって生かされてるんだなっていうふうにね、あの、正直、やっぱ思いましたよ。 はい。ね。生きてるのではなく、何か見えない力によって生かされたんだっていう風に自分はまあ思っております。はい。ポルポルさんからもニラプラス島らっきょスムージーでございます。がっつりいただきます。さて、南の島の気温。はい。今日はね、えー、確か、えー、24度ぐらいですかね。はい。風はちょっと冷たかったんですけど、日差しが非常に あったかくてですね。まあ、車乗っててエアコンはつけなくていいんで、良かったんですけど、窓を開けるといいぐらいの風が入ってきたんですけどね。さて、まあ南の島、なんとね、12月の気温が、<laughs> 予想が出ていますけど、3日から10日まで、なんと、ね、これ体感気温、はい、体感気温度指数って出ていますけど、体感気温がなんと25度。はい。 25度。4日と5日にはちょっとね、下がって21度。はい。5日と6日が21度で下がるんですけど、その後また、えー、気温が上がり気味になりまして、24度。ということでございまして。<laughs> はい。24度。12月の初旬で24度でございます。皆さんいかがでございましょうかね。はい。 <laughs> あ,ありえないっていうか、いやーね、本当になんか半袖でそのままクリスマスまで行けちゃうのかななんて思っているんですけど、多分ね、えー、10日以降からぎゅっと寒くなるんじゃないかと思っております。まあ、今のところ私まだ長袖買ってないんでね。あ、オキパイ愛好会埼玉出張女子長さんどうもいらっしゃいませでございます。埼玉の方は気温どのぐらいですかね。はい。ラフテンさんの東京は 明日の最高気温が12度ということでございまして。沖縄の半分ですね。森の都さんのところは9.5度ということでございまして。いやー、9.5度、鼻水出そうな気温でございますよね。はい。まあ、でも本当に、今日もね、一日中、半袖で、ね、まあ大丈夫なような気温でしたけど、夕方からちょっとね、やっぱり、えー、冷たい風をね、あの、感じるようになって、えー、ジャンパー、 薄いやつですからそれ羽織りましたけどねまあ明日もまた暖かくなるんであれば本当にいい感じだなと思っておりますつ月さんと何でやねんさんからはい特濃ニラまらっきょうスムージーいただきましたありがとうございますさて今日はまずこのお話からい、えー、ってみたいと思いますはいこの映画ご覧になったことありますかね皆さん はい。この映画、えー。太平洋の奇跡。はい。八方町での戦いでございますね。はい。大場隊以下、えー、46名の、えー、皇軍兵士の、えー、戦いをね、描いた、まあ、映画でございますけど、私この映画見てね、本当に、うん、ちょっとやっぱり、脚色してるところもあると思ったんですけど、いや、なかなかいい映画、 だったと思いま,すよまさに帝国軍人の誉れここにありということでございまして、まあ、なぜ今日このお話をねあの紹介するかと言いますと実はねはいこの,19年の、はい、1945年の12月1日はい1945年の12月1日はなんと えー、このフォックスと呼ばれた男まあ大庭隊以下、えー、全員で47名の皇、えー、軍兵士が、えー、サイパン島で米軍に投降した日なんですよねまあ12月と言いますとねもう戦争が終わってかなり経っているんですけど実ははいこれはあのー、戦争が終わってもなんとこの大庭隊以下47名の 兵士たちはですね、なんと、米軍に投降することなく、12月一日に投降するまでですね、はい、えずっとサイパンで、まあ、ゲリラ戦をね、行っていたということでございまして、まさにその、えー、動きは進出、鬼没で、かなりね、米軍をね、手こずらせたということで、まあ、本当に8月、あ、12月までね、40、 7名大庭隊員か47名が生き残り、えー、降伏しなかったということでございましてあのこのね投稿する時もまあこれを大庭隊員見つけたのは日本のね若者が、えー、そのサイパン島のジャングルに分け入りましてそこで大庭隊員と会ってですねそこからまあ投稿の話が出たんじゃなかったかなはいなんかそんな記憶があっ 日本の若者があったのは、あれは、横井翔一さんか、ね、誰かの時ですね。はい。どうもすいません。ごっちゃになっていました。まあ、このような感じで、まあ、大東亜戦争が終わっても、え決して降伏することなく、ずっと戦い続けた大場大義家47名、えー、ね、やっと、はい、えー、投降することになったのが12月1日ということでございまして、 はい12月1日ですね。まあ、その時も投降する前に森の中で今まで共に戦って亡くなった仲間たちのために2発のね、はい、2発のまあ銃を撃ちまして、いわゆるまあ弔いのやつですね。はい、なんて言うんでしたかね、あれは。それを撃って、なんとあのー、文化を歌ってですね、 まあ出てきたということで、これ、兵士の本領。それも、広丸を掲げ、ね、隊列を組み、本当んとぴしっとして、えー、米軍の、あの、降伏の、式典の場に、まあ、現れたということなんですけど、本当に、いや、昔の兵隊というのはすごいな、というふうにね、私思います。まあ、その時に現れた、えー 大場隊以下47名の兵士たちがこれでございまして、まあ何にも補給もない中、戦っていたとは思えないぐらいまさにね、精悍な方々でございます。はい。もうこの旗竿も木でできてるのがこれ見てわかるんですけど、いや、本当にね、こういった人たちがずっと戦い続けていたということでございまして、まあそこで、大庭、 大和隊が、これ、米軍の使者に、まあ、軍刀をね、あのー、渡すところでございまして、まあ、これがいわゆる降伏のね、式典ということでございまして、<laughs> え、ラプテンさん、歩兵の本領は今や、メーデーの歌に通うたされてるということで、いやいや、とんでもないでございますよね。はい。 あの私もくしゃみしてますけど、新まさんもね、ぜひ体調管理、またバッチリしてください。まあ、体ね、冷やさなければえ、結構ね、すぐ治りますんでね。はい。あ、ヤミさんもお見えでございますね。ハラフロヒレさん、どうもありがとうございます。はい。まあ、このようにね、えー、幸福をし、そして、まあ、この大葉大四47名は、こうしてね、日本に生還したということでございまして、 いや、本当にね、こういう物語がやっぱあったと、現実としてね、本来であればこういったお話や、ね、あと自衛隊のベイルアウトの話とか、そういったのをぜひ私はね、日本の教科書にね、載せて、日本の子供たちに、自分たちのやはり先祖がね、はい、おじいさんの時代の 方々がいかに素晴らしい人たちだったのかっていうことを教えるのも教育だと思うんですよね。まあ、こういったことを教えるとまた軍国教育だ、なんだかんだ、戦争の賛美だって言いますけど、そうじゃないんですよ。やはり日本人としての生き様、そしてね、この国を守るために最後の最後までやっぱり戦い続けたその信念っていうのをね、やっぱり子もたちに教えるっていうのも大事じゃないかなというふうにね、 私はあの思っております。さて、新年といえば、これ、どうなんでしょうね。はい。新年ですよ。はい、何の新年かわかりませんけど、バッチに対する新年というより執念じゃないかというふうに思っております。 死もじ氏の副党に含み、二階幹事長、県連決定にということでございまして、まあ、自民党二階幹事長は30日の記者会見でと、組織政党だから県連の意見を尊重し、意見を慎重にあの賜ることが大事だが、そればかりではないと言ってね、この 下地美みさんの復党の是非について含みを持たせたということでございまして、まあ、二階氏は党は党としての判断をしていく、そういうこともあり得ると発言をしたということで、いやー、しかし本当にね、沖縄のね、県連がもう本当に全員がいらないって言ってるんですよ。なのに、 党は党としての判断をしていくっていうことを言っちゃってるっていうことで、これってね、もしかして、自民党に復党はさせる、させて、自民党に復党させてね、そしてもしかして二階派に入るお約束でもしたのかなというふうにね、私はあの、思っております。はい。 まあでも沖縄県連はね、あの、中川会長、そして、え中山元知事も大反対でございまして、また沖縄の市議会議員、県議会議員もね、ダメと、却下ということで言ってるんですけど、多分下地さん、まああくまでも予想ですけど、二階さんとこに土下座しに行ってね、ぜひ、あの、入れて戻してほしいと、 二階さんのために命を懸けて頑張りますと、頭でもすりつけたんかななんて私思っちゃったんですけど、いやー、ねこの方のそのバッジをね、守るその執念っていうのは本当にすごいなというふうに思います。こういったところはね。はい。政治家としての能力は、私はちょっとやはりクエスチョンなんですけど、このバッジを守ることについての執念、 っていうのはすごいなっていうふうにね、私あの思っております。まあ二階さんがね、そういったことを言うっていうことは多分に復党したとしたらもう二階派に入るんでしょうね。間違いなくね。うん、そうですね。自民党は人材不足なんやろうかっていうことなんですけど、まあ戻ったとしても沖縄県はね、1区から4区まではもう全部埋まっております。残るはね、九州比例なんですけどね、九州比例。 いやあでもね私また別の心配しているんですよね。まあ、下地美京さんもともとは何が何でも一区で選挙区で勝ちたいっていう願望を持ってる方なんですよね。まあ、そこには黒場幸之助さんっていうねいわゆる沖縄の政治エリートがずっと頑張っているんですけれど、まあ、そこに入るためには黒場さんをどうにかやっぱり追い落とさないといけないっていうことになった時に 同じ塔に入れた時にですね、まあ、沖縄の方言で言う、えー、中オーラシェ、つまり、えー、中でね、仲たがいをするような動きに出たとしたらもう本当に私は人としてどうなんだろうかななんてね、いうふうに思っております。で、マスコミがまたね、この下地美京さんのなんか後押ししているんですよね、マスコミが。まあ私、理由わかります。 下地さんが自民党に復党すれば IR で、まあ、献金ももらって、えー、維新からね除名されたようなものを自民党は受け入れたんだとまさに金権政治そのまんまだというふうに今度はまた叩きにかかると思うんですよねはいですから私も個人的には復、えー、党にはもう大反対それよりもっとね若くて息のいい人材がねいるんですよ県議にも 市義にもね、そういった人たちをやっぱり取り上げていくべきではないのかなというふうにね、私はあの思っております。あの、これはもう本当に信念ではなくて、まさにね、はい。もう、執着というか、なんというか、もう、バッチを守るためのね、もう、信念とはこれはもう言いませんよね。はい。 執着心そのものだというふうにね、私は思ってますけど、二階さんもう少し地元のことを優先してもいいんじゃないんでしょうかね。肉球さんどうもニラたばありがとうございます。それと今日ね、また新しいニュースが入ってきました。はい。俺はどうせ逮捕されるコロナ給付金詐欺申請代行で 1>, 1億円余りを徴収ということで、これ沖縄タイムスさんが今日ね、でっかくあの、のけております。はい。国の持続化給付金をめぐる詐欺事件で県内2例目の逮捕者が出たと。まあ、会社役員の男は今年9月に県警の家宅捜索を受けた税理士事務所で給付金手続きを手掛けていたということで、 これ11月13日に逮捕された沖縄タイムス元社員の給付申請代行にも関わった人物ということで匿名報道でございますね。はいネットだから匿名報道とコールがねはいテレビではしっかりと、はい、実名報道されていたんですよね。はいテレビでは顔まで出て実名報道されていました。 さて、これ、持続化給付金、5月からスタートしているんですけれど、まあ、次々とね、税理士事務所を訪れる人々の職業などを聞き取りし、まあ、申請に必要な、えー、確定申告の書き方、えー、所得明細の作成を指南したということでございまして、いやー、本当にね、この方、夫婦で実は逮捕されてますよ、夫婦でね。はい。 男は10月初旬、本市取材に対し、えー、申請代行業で税務署に確定申告約1500件。1500件を提出したと。つまり1500件も扱ったと言ってるんですよ。これだけの方々が、まあ、申請したと。まあ、その中にはね、正規の申請もあったと思いますよ。しかし、インチキもあったと思います。しかし、本人、 不備が指摘され実際に給付申請できたのは700件ぐらいと。いや、本当かな、と私は思いますよ。半分以下しか申請できなかった。あ、ナプテンさんどうもありがとうございます。はい。本当に、夫婦で。半分は通ったと。でも、あくまでもこれ、本人が言ってる話ですけどね。 中には不正もあるかもしれないがほんの一部ですと語ったということでございまして、本当かなっていうふうにね、私思ったりもしております。はい。そしてまた、え受給資格のない飲食店やえ風俗店、従業員に広くえ給付申請を呼びかけたことを認めた上で、彼らは正当な給付対象だと主張しているということです。 経産省にも電話で確認をした、微妙なグレーゾーンは調べないとできない、などと述べているということで、まあ、グレーというか、煙に巻くというか、まあ、自分を正当化するためにこういうことを言ってるかなと思うんですけれど、はい。もう、アウト。でしょうね。 まあ、あ警察はこの方だけじゃなくて、その背後関係などもすべて調べているということでございまして、まあ、この方5月からね、結局、この半年間ぐらいで、1億円をね、荒稼ぎしていたということなんですよね。1億円。すごいですね。はい。700件からどんだけ取ったんですかね。100万円のうち、手数料として、まあ、あ 40万取ってたっていう話がありましたけど、すごいですよね。700件から40万ずつ取ったらいくらになるんですかね。めまいがしてきますけど、本当に手数料で1億円ですね、カルガモさん。はい。で、申請したのは700件ぐらいだと、通ったのは。本当にね、あの、埼玉市長所長さん、合うでございますよ。こういう人だとかね。まあ、こうやってね、あの、ネットではもう匿名報道をしているん ですけどね、匿名報道してますけど、まあ、実際には、はい、テレビなどでは顔も出てね、名前も出てますんで、まあ、このように、地上波とかね、新聞紙面では実名報道されてるんですから、ネットの中でね、このように匿名にしたって意味はないと思うんですけど、まあ、本当に、なんていうんですかね、自分勝手な理屈こねて、 まあ匿名報道していいるという感じかなと思いますしかし自衛隊員とか米軍兵士とかね全部実名報道するくせに本当に沖縄の新聞ってダブルスタンダードひどいですよね。はいコレキュアとスメラギヤサカさんが悪事に強いオキパよって言うんですけど左翼の人たちとにかく税金食いつぶすのもう得意です大好きです。ね。 税金で養われるのが当たり前だと思ってるんじゃないかと思うぐらいね、税金に群がりますけどね。いや、本当にこういった人たち、やっぱりね、あの、見逃しちゃいけないです。この方をね、元に、あの、不正申請した人たち、どん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 やっぱりね、私はあの、上げてほしい。はい。ね。何百名って出てくると思いますよ。でもこれをね、 あの、頭だけとっ捕まえた後はもういいよっていうことにすれば、また同じことを繰り返しますよ。そうじゃなくてね、やはり手を染めた人たちはみんなやっぱりきちんと罰するっていうことをね、私はしてほしいし、それがやはり、えー、こういった犯罪のね、えー、また再発防止につながるというふうにね、あの、思っております。 はい。ということで、えー、今日はあっという間にまた時間来てしまいましたけど、明日ね、またあの、玄ちゃんと収録があります。まあ、その中でこの話もしながらね、沖縄の教育の話とかもいろいろやっていこうかななんてね、思っていますんで、また明日の収録、いつ放送なるか、多分、えー、木曜日ぐらいに放送なると思いますけど、それもまた皆さん楽しみにしていただきたいなというふうに、あの、思っております。 えー、そして昨日ね、あのー、桜の方でも協力願いしましたけど、あのー、私たちが今やっている、えー、ワンヌウムイというね、ラジオ番組、まあそれ今後ね、やはりもっと継続していきたいんで、あのー、スポンサーですね、まあ支援してくれる方々募集してますんで、そのご支援いただいた方々には、あの、私の金世の バッチの方ね、また送らせていただきますんで、またご協力できる方はまあご協力いただければ、えー、幸いかなというふうにね、あの、思っております。で、またこのワンヌ海は、あの、ラジオ番組だけじゃなくてですね、あの、私の番組以外にも、あの、タカさん、はい、えー、タカさん、あの、ラジオのアシスタントとしてタカさんが水曜チュラチュラ作戦っていうのをやってるんですよね。その支援の こうにもね、あの、回しておりますし、また現地であの、活動している方へのね、あの、ちょっとした活動資金などにもね、あの、当てていこうかと思ってますんでね。はい、改まさんいろいろまた知恵があったら、あの、教えていただきたいなと思っております。ということで、えー、今日の放送、こねて終了させていただきます。明日も21時から通常通り放送となります。ありがとうございました。